はい、到着しました、地元の有名店ザ・ラムバンダーっていうんですかね。めっちゃ混んでます、めっちゃ混んでます。ここでカチョリを食べたいんですけど、ちょっと混みすぎててハートが折れそうなんですけど、でもちょっと頑張ってオーダーしようと思います。頑張ります、頑張ります。めっちゃ混んでるな。はい、今並んでるんですけど、めちゃくちゃ混んでます、めちゃくちゃ混んでます、めちゃくちゃ混んでます。あとどれくらい待てばいいんでしょうか。めちゃくちゃ大人気です、すごい人気です。こっちもすごいんですよ、すごいんですよ。ナマステ、ナマステ、ナマステ。Japan? Yeah, Japan. Yeah, thank you. Where in Japan?東京、東京。とりあえずめんどくさいんで東京で行ってきます。そうすると話が一番早いです。ナマステ、ありがとうございます、サンキュー、タニアワード。はい、みんな酔ってジャレビーも美味しそうですね。なんですけど、私はここはカチョリ、カチョリにこのパンが乗ってるのがいいんですけど、このパンの名前なんて言うんだろうな。はい、なかなか僕の順番は回ってきません。非常に楽しみです、すごい混んでます、すごい混んでます。しばし頑張って待ちたいと思います。はい、これがメニューですね。よくわからないんですが、おそらく僕が頼んだのはこれだと思うんですよね。この上か下どっちかだと思います。この60ルピーだったんで、この上か下どっちかだと思います。おそらくバディカチョーサーザーサブビーってやつですね、おそらく。はい、これです、到着しました。カチョリとフーリーが2枚乗ってるんで、おそらくこれで間違いないと思います。はい、これから、いただきたいと思います。見た目よりねすごい美味しそうです。実際ぶつかりました。はい、実食してみたいと思います。はい、びっくりするぐらい店内の席が狭いんですけど、いただきたいと思います。カチョリ、カチョリ、そして、この下にプーリーがあります。これめちゃくちゃ美味しいんですよ。これ揚げたパンです。これめちゃくちゃ美味しいんですよね。いただきます。うん、うまい、すごい美味しい。ベリーグード、豆とジャガイモのカレーですね。うん、すごいね、カレースパイシーです、めっちゃスパイシーです。これがなんかコロッケの皮みたいになってるんで、まあカレーパンですね、俗に言うカレーパンですよ。これ分離されたカレーパンみたいな感じ、うん、うん、美味しい、美味しい。うん、カチより美味しいです。お店ねめちゃくちゃ混んでるんですけど、すごく美味しいんで来た甲斐あります、並んだ甲斐があります。うん、非常にねスパイシーです、辛いです、
良き辛さが、そんな感じですよ。ちょっと今度は乗せて挟んでみます。はい、これが王道の食べ方なんですかね。うん、カレーパンです。カレーパン、おいしいカレーパンですね。おいしい、非常においしい。カレーパンの皮です。このすごい、この結構スパイシーなね、このカチョリあるんですけど、ジャレビーっていう甘いやつもあるんですよね。うん、そのお皿もね、エコで葉っぱなんですよ。このお皿、葉っぱから作られてるんですよ。うん、なんか枝みたいのが入ったんですけど、これ食べれるんですかね。一応やめときます。この葉っぱのお皿はこのお店だけじゃなく、インドでは結構あるんですよね。エコです。はい、このコロッケの皮にカレーを入れてカレーパンにして食べます。はい、もうカレーパン状態ですよ、これ。いただきます。うん、おいしい。おいしいです、本当においしいです。はい、カレーパンです。カレーパン状態です。すごく美味しいんで、皆さんもバラナシに来た時はぜひともトライしてみてください。はい。